山口駅は山口県山口市総太油町にある西日本旅客鉄道山口線の駅、県庁及び県庁所在地市役所の最寄り駅であり、時刻表上の山口県、山口市の代表駅、山口市街地への玄関口となる駅である。しかし、山口県内外の広範囲連絡輸送のようとなり、機能しているのは山陽新幹線、山陽本線、 宇部線と接続する新山口駅という形になっている。地方交通線上に存在する唯一の県の代表駅である。山口線の駅としては運行上の拠点駅の一つである。新山口方面からの快速、普通列車の一部がこの駅で折り返し、増田方面からの普通列車も一部は当駅で、系統分断となる。山口線内の中間駅では、 唯一の直営駅であり、かつて山口線だけで単一の鉄道部を構成していた時は、鉄道部が当駅構内に置かれていた。鉄道部は管轄範囲の広域化の際に新山口駅構内に移転したため、その後は山口線内の各中間駅の管理業務面での窓口という位置づけである。2020年時点では山口県内の 各地域鉄道部の山口エリア統括部への発展解消により、新山口駅の非管理駅となっている。県庁所在地代表の駅では、数少ない非電化駅である。また、自動改札機は導入されておらず、あいこかは利用できない。山口線開業前の1908年の1913年には、大日本軌道山口支社の軽便鉄道が、小郡駅と東駅の間を結んでいた。 駅正面駅構内の様子観光用、駅名標端式、島式の複合型に面3線で、列車交換や折り返しが可能な地上駅。1.2番線が島式で、改札口に近い側が3番線となる。増田方に互いのホームを結ぶ、古戦橋が設置されており、駅構内には売店がある。また、2010年4月28日から、 おごり駅弁当が運営するうどん屋が駅入口に開業した。3線とも、マスダ方面及び新山口方面への両方向への発車に対応しているが、1番線へはマスダ方面からしか入線できず、3番線も新山口方面からしか入線できない。よって、1番線からの下り列車、3番線からの上り列車はすべてあたり、駅主発列車である。 二番線のみ両方向からの入線に対応している。ただし、特急スーパー沖や SL 山口号は三番線から入線している。車両の留置運用が設定されている。1日の平均乗車人員は以下の通りである。2004年7月、山口駅において20年ぶりに駅弁販売が再開された。販売される駅弁は、薩長同盟弁当で土日用品及び、 祝日の限定販売。2004年に放映された NHK 大河ドラマ、新選組に関連したもの。山口が、薩長同盟の元準備及び薩長、同盟締結後のさらなる提携強化のための重要な裏舞台となっていたことによる。薩摩鹿児島産の豚、山口徳産の長州鳥、竹の子の土佐にと組み合わせている。駅出入り口は北側にしかない。 これは、駅南側を、沢原の川が流れ、川の対岸には、山が迫っているという地形的制約により、商業施設や住宅等の立地が困難なためである。駅前を、県道山口愛予線、県道ぐるの上山口停車場線が通過している。行政機関、公共施設名称、名跡その他自動車駅として中国 JR バスの乗車券発売窓口がある。 JR バスの乗車券、定期券のほか、傍聴交通の定期券、共通バスカードを取り扱う。傍聴交通の高速バスは、中心市街地近くの米屋町バス停に停車し、山口駅前は通過する。また、傍聴交通の山口市内線の過半数は、中心部の県道、宮の大都市線等を通り、当駅を経由する便は少ない。 西日本旅客鉄道山口線快速、通勤ライナー普通湯田温泉駅山口駅、上山口駅。ありがとうございます。